人で練習するボレー。はい、自己肯定感上げるテニスコーチ加藤です。まあ、今回はこちらですね。はい、まあ、一人でこうボレーね、練習する方法を教えてくださいといったですね、お話、ご質問いただきました。ありがとうございます。なかなかこういいラインを突かれてると思います。ボレーってね、ストロークとか、サーブとかってなんとなくシャドーでもできるんですけど、ボレーって結局こうじゃないですか。だからなかなか練習こうするのって難しい。ただ今回お話ししていく内容は、そうですね、まあ、僕がこうレッスンですね、私20年目にテニスコーチになりますけれども、まあ差し上げてる中でここ気をつけた方がいいかなっていうポイントを、まあ、家でもできるような感じですね。逆に言うと、例えばレッスン中ね、コーチが球出してくれたら、もうコーチ何も喋ってくんねえなとか、まあ、でも球出しは完璧だし、まあ、ええかなとか、ね、あとはこう言われたことがさっぱり理解できないとかね、あ、そういうことをコーチこうアドバイスしたな、じゃこの視点から見たらどうだろうなっていう、こういろんなのを総括してですね、試していただけるような内容になってますので、よろしければですね、ご参考いただければと思います。はい、1万人目指しますね。ちょっとでも話の内容よかったですね、はい、チャンネル登録お願いいたします。では行ってみましょう。で、まあ、冒頭にもお話ししましたけど、ストロークとこうサーブってね、こうスイングしていくじゃないですか。だからスイングしていくので、ストロークとサーブって意外とこうボレーと比べて簡単で、こう振った時にこうちゃんとね、音が出るってところからのある程度フォームをね、こう固めるというか、ね、こう自分の理想の形にしたりすることができるんですけれども、まあ、ボレーって逆にボレーってこうやって振って音がしたらもう絶対ブーですから、これも結構難しいところなんですけどね。なのでボレーで、一番こう意識していただきたいことはですね、やっぱ手首を優先的に使わないっていうところから逆算していきたいと思います。どういうことかというと、ボール打ちますってなった時に手首こう使っちゃって先にボールを飛ばそうするんですね。バックボレーとかもそうですけど、で、両手になってきた場合はもうなんかヘッドがこんな回っちゃって、こう入らないためのね、こうなっちゃって、で狙ってドライボレーだったりですけど、ね、打点低いところでドライボレーしてしまったりすると、まああんまりまあよろしくないというか、やっぱこうゲームメイクを考えてた時にですね、まあ、あとこうミスとかいろいろ考えてた時に、やっぱりこう基本的なフォームって大事になってきます。なので手首を使わないっていうところがまず一番大事になってきます。ですから、はい、例えばですけれども、なんかあるかな、まあちょっと今これしかなかったんで、これをペンだと例えますね。10円玉とかでもいいです。まず振ってしまう方は、まあ、これがペンだと仮定して、まあ、これ出っ張りのところね、こうやって人差し指にこう平べったいところに刺します。そうすることでここに余裕ができますよね。ここに余裕ができると手首使いづらくなるんですよ。要はしっかり支えてるのっていうのは人差し指じゃなくて親指と残りの指、そうしていくとラケットを立てることで握るだけでまっすぐボール、飛ばせるんですよ。切らなくなってしまう。なのでこういった形でなんとなくの感覚を覚えていただくと、まあ、実際にそのレッスンの矯正法でね、ボレー振ってしまう方っていうので、ここに鉛筆だとか10円玉挟んできたボールに対してこう持っていく、バックも一緒ですね。要はこうすることで手首使わなくなるんですよ。これ結構秘技だったんですけど、若いコーチで独立し始めた時に僕は結構これ使ってました。そうすると割とお客さんで、ああなるほどっていう感覚ですよね。振ってしまう方も振りたいと思って振ってるわけではないので、その感覚がこう良くなってきますが、ただ速いボールどんどん打ち続けると痛くなってしまいますんでね、まあ、できるだけこうお客さんのこう顔色というか苦痛でね打ってってね、アツアウトテニスできなくなると大問題なんで、まあ、10球とか20球ぐらいね、まあ、例えば4球で、まあ、フォアバック合わせて、まあ、2、3周しましょうかみたいな感じで、やっていくと、そうするとここの感覚がつくようになります。あんま逆に難しくなってきた場合は、もうこんがらがっちゃった場合はちょっと挟んでみてね、この感覚、はい、ちょっと練習してみるとラケットヘッドが前に出ることがなくなってきます。で、ボレーの基本ってこうボレーの他の動画でもお話しさせてあげてますけれども、ラケットヘッドが立って打つときはちょっとこうボトムから入っていく、立てるってもこう立てるわけでね、体のこっちに持っていく、
これ結構大事になってきますね。だからここを意識するために、まあ、こちらがあるといった形になります。でこれでなんとなくね感覚を、そしたらこうまあ自分で手投げてもこうは難しいですね。こうやってこういう感覚、こういう感覚ね、こう練習できますね。バックボレーでも一緒ですね。まあ、ちょっとこう前向いた時にこういう感覚でこうちょっと練習していくと、できると思いますので、まあ、ちょっと意識してください。で、まあ、この感覚ができるようにできた場合、なってきたら今度は打点って結構大事になってくるんですか。でやっぱり両手があるのでフォアボレーとかも引きつけすぎちゃって、だから打点が近いとか言われたりとか、そうですね、もうちょっと前で取ってって言われる方っていうのはやっぱりこっちの手があるからこっちで呼び込もうとしてしまって低くなってる。でそういう時に打点を確認する、しっかり前で取る、ね、ためにどうすればいいかというと、この手を隠します。手を隠すとしっかり体の前、例えばこう両手でいくとここになっちゃう、近くなっちゃう。でも手が隠れると自然とあの前のもうストップかけるものがないのでしっかり出ていきますよ。こっちもしっかりと出てきます。両手でも、まあ、両手だった場合は肩で隠してこの前だっていうのでちょっとこうね持ってったり、そうすると打点確認しやすくなってくる。この手隠すってね一番簡単です。ボレー上手いか下手かとかタイミング取るの上手かどうでないかね、これで分かります。である程度これで当たるようになってくると、この感覚をイメージして打っていくとしっかりボレーを前とすると、ボレー前で取ってくださいとかボレー近すぎますよって言われる方は皆さんこの点が、はい、少しこう不足してますから補うためにちょっとこうね手を隠して、これね球出しのボールとかでも あります。これもレッスンメニューで、はい、使うこと、結構ありました。まあ、今はね大体お客さん見ながら、まあ、ピンポイントにっていうかね実際にこうやって打つわけではないです。ただ打点を前で取るっていう練習をするには、かなり有効的な、練習方法に、なってきます。だから足も大事だし、なんていうんですかね、のなんて言えばいいかな、足も大事だし、なんだろう、このタイミングとかも大事になってくるんですよ。まずはやっぱりこの手の感覚が一番大事です。なぜかというとボールと一番コンタクトする。で、まあ、この感覚を少しこう意識することができて、なんとなく理解できてきたら、今度は上半身の使い方ですね。ボレー横向き作ってくださいねってね、いきなりこう昔みたいに真横になる必要はないですね。だからこの今度は体の使い方、足の使い方、まずボレー来た場合にいきなりこうポンポンとはなんないです。お尻も抜けちゃうし、だからまあ正面、つま先も正面向けたまま上半身をターンで1、来た方の足とラケットをセット、これ1で、この動作をするためにまずは体をこうしっかりこの状態にセットしてくる。で1でつま先を外側に向けて1、つま先と手のひら、かかとね、ちょっと待って、この部分はですね、この部分と手のひらが大体同じところにこう向いてセットできる。でそのままポンと、バックボレーもそうですね、こっちここの部分とラケット面が一緒のところを向く、これで1でポンと、この1の横向きがサッとできるかどうかがかかっています。横はこう向いちゃったらね、こっちのボール反応できない。まずは体を入れてそのままポン使ってターンしてポンと、の足の向きとラケット面の位置、つま先が正面向いてしまうと、ラケットこっちに、例えばそっちに打とうとした時につま先正面向いてるとこうやって斜めにしか飛ばない、ね、こっちにしか飛ばなくなってしまうのがしっかりつま先で、この時に意識していただきたいのは、先ほどお話しましたけども、打点が前になること。たまにやっぱね、横にこうターンするんですけど、引いちゃう方、引いてしまうと力前に伝えられないです。ってことはどうなるかというと、相手から時間奪えないから、相手結構簡単にポーチに出たりとか、相手に簡単に予測されて、で球も弱くなって打たれたりしますから、ね、しっかりとこうちょっと前で手を隠してポンポンっていけると、これ一番あれですね、足の意識できたらちょっと手隠してみてバンって持っていけると、 1,2 のリズムでしっかりボール強く打てることができると思いますんで、まあ、このポイントを一人で練習しているときにイメージしてあげると、確認作業ですね、サーブとストロークでこう振っていくから、こう、ね、スイングの割合ってすごく大事になってくるんですけども、
まあ、あのボレーの練習に関してはここのポイントが重要になってくるかなと思いますので、もしよろしければご参考ください。はい、もうでもねボレーってね、あの当たる感覚でなんとなく分かるようになってくると結構楽しくなります。僕もボレー大嫌いでした。あのコーチをして10年ぐらい苦しみました。今でも苦しんでますけどね。はい、よろしければ参考にしてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。